どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い61から問い70までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄のところからダウンロードできるようにもしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い61番です、人体の働きと医薬品ということで第2章に入ってきましたね。皆さんどうでしょうか。第2章も結構苦手な方いらっしゃいますし、特に問い61番のよろしいですか、消化酵素またはその関連物質とその説明について誤っているものを一つ選べということで、消化酵素出てきちゃいましたね。難しいですよね。嫌ですよね。多くの方が嫌いだと思います。はい、では答え、まず見ていきますと、誤っているものは5番となります。はい、ということでまず順番にいろいろ見ていきましょう。トリプシノーゲンというものなんですけど、トリプシノーゲンはトリプシンに変わることによってなんですけど、まずはトリプシノーゲン、膵臓から分泌されます。そうなんですよ。膵臓から分泌されて、そして、十二指腸の方に、膵液とともに、放出されていきますけど、はい。で、そして、放出されていきますと、トリプシノーゲンがトリプシンと呼ばれるものに変わっていきます。じゃあ、これが何を分解する酵素なのか、というところもですね、ぜひぜひ覚えておいていただきたいと思いますし、はい。で、次行きますよ。次行きます。で、2番のエレプシン。は、小腸の、腸管粘膜上にありますよ。そうなんですよ。腸管粘膜上、小腸のところから分泌されます。それから、ペプシノーゲンは胃から分泌されます。そうなんですよ。で、ペプシノーゲンは胃酸の働きによって、胃酸ですね。ペプシンに変わっていきます。あ、ちなみにトリプシノーゲンはトリプシンに変わるところでは、エンテロキナーゼと呼ばれる酵素の働きで変わっていくんですけど、それまでは覚える必要ありませんので、ちょっと書きませんね。はい、なので、トリプシノーゲンはトリプシンに変わる。そしてエレプシンというもの。エレプシンというのも、これ結構、集合体のものをエレプシンというふうに言ったりしますので、まあ、ちょっとなってばいいですね。それから、ペプシノーゲン。これも、胃酸の働きによってペプシンに変わることによって、この3つは、タンパク質を分解する消化酵素になりますので、ちょっとまとめて押さえておきましょう。はい。それから、プチアリン、唾液アミラーゼとも言います。そうなんですよ。こちらは、唾液腺から分泌されますよ、ということで、そうなんですよ。じゃあ、これ何を分解する消化酵素なのかというところで、それからもう一つ、マルターゼは、食道から分泌されますよ、というところなんですけど、これ5番誤りですよね。食道から分泌されるよ、というところで、というところでは、あ、そうだと。食道って消化液の分泌腺はなかったんだなというところで思い出していただきたいと思うので、なので5番これ×です。じゃあマルターゼどこから出てるのか、それは覚えなくていいです。覚えなくていいです。なのでやりませんよ。で、一応このプチアリンとマルターゼ、ね、これは糖質を分解する消化酵素です。炭水化物とか糖質を分解する消化酵素。ということになりますので、なのでまずはこのあたり、何を分解する消化酵素なのか、そして、トリプシノーゲンとか、エレプシンとか、ペプシノーゲンとか、どこから分泌されるのかというところ、あとは、プチアリもそうですね。なので、このあたり、しっかりと押さえておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では次行きましょう。問い62番です。肝臓及び胆囊に関する記述について、正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A と B 正解。そして C なんですけど、消化管から吸収されたアルコールは、肝臓でアセトアルデヒドに代謝された後、そのままの形で、腎臓から排泄されますよというところでは、これ誤りとなります。そのままの形というところが誤りですね。何かというと、アルコールというのはアセトアルデヒドの方に変わっていくと、これがアセトアルデヒドが毒性が、強いんですよね。なので、ごめんなさい。やめよう。ちょっとドクロ書こうと思ったんですけど、すいませんね。はい。で、毒性が強いです。なので、これが二日酔いだったりとか、気持ち悪いとかのね、原因にもなってきます。で、そんなアセトアルデヒドがずっとこう気持ち悪いわけではないので、なので、酢酸に変わっていきます。そうなんですよ。で、酢酸と呼ばれる無毒なものに変わっていきますので、
なので、ここそのままの形ではなく酢酸に変わるんだよというところをぜひぜひ押さえておいていただきたいと思います。ちなみに試験には出てきませんけど、酢酸というのは水や二酸化炭素に変わっていきますので、そうなんだなというところ、そして体の外に排出されていきます。はい、ということで C はそのままの形でというところが誤りとなります。そして D です。肝機能障害や胆管閉塞が、起こると、ビリルビンの排泄が増加をするため、増加ではないです。これ低下していきます。そうなんですよ。ビリルビンが外に出ていかなくなっちゃいますので、ビリルビンの排泄が低下していきます。そうすることによって、ビリルビンというのが腸内細菌の働きによって糞便のね、茶褐色の色とかに変わっていきますから、だから低下していけば、便が濃い茶褐色になりますよというところでは、これ、便は色薄くなってきます。そうなんですよ。なので誤りとなります。ということで D 誤りですね。はい、なので答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問い63番です。血管系に関する記述について、カッコ内にいるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず動脈はどこにあるのかということで、多くは体の、深いところ深部にあります。ちなみに体の表面にあるのは静脈の方が表面にありますけど、ただ動脈も一部こうなんですかね、表面にあるところもありますので、なので表面にあるところが例えば脈を測ったりとか、例えば腕のところでこう脈を測ったりしますよね。そうなんですよ。こういうところ脈測ったりとかっていうところでは、頭骨動脈測ったりとかね、あとは何ですかね、ここの頸動脈のところ測ったりとかね、そういったところで。いろいろ脈を測れるところいろいろあるんですけど、まあそのあたり試験に出てきませんので、そうなんだなっていいです。で、そんなところでは、こちら、答えは4番なので、深いところとか、あとは、血管の壁ですね。静脈と動脈比べると、動脈の方は、そうですね、血液をこう心臓がドーンって出していきますので、壁が結構丈夫でないとダメですので、熱くなっていかなければなりませんし。はい、そして血圧っていうのは、上腕部の動脈で測定されますよというところで、上腕部っていうのはここのところですね。ここのところが上腕部になりますね。こっちの方が前腕部になりますので、ちょっとこう角度つけた方がいいですかね。角度つけて、こっちの方が前腕部、こっちの方が上腕部というところになりますので、まあ、このあたりで血圧測定したりしていきますよね。はい、ということで、このあたりなんとなくイメージしておいていただければなと思います。はい、ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い64番です。血液に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、まず A はいいですかね、丸です。そして B、 脂質の大部分はそれぞれの脂質単独で血液中に分散していますよというところで、こちら誤りですね。何かというと、脂質単独で血液中、要は脂肪分なので、血液っていうのは水分多いですよね。血小中は 90% 以上が水分ですので、水の中に脂肪分溶け込ますので結構大変なので、なので脂質単独ではなくリポタンパク質という形でいいですか。リポタンパク質です。リポタンパク質という形で血液中脂肪分を溶かし込むことができます。なので、アポタンパク質、この辺も詳しくお伝えするとややこしくなっちゃうので、リポタンパク質という形で、油分を、ね、溶け込ますことができるんだなというところを押さえておいていただきたいと思います。はい、そして C は、赤血球は円球状の細胞で、脊髄で産生されますよとあるんですけど、これ違いますよね。ちょっと書きました。赤血球というのは、中央部がくぼんだ円盤状の形をしてます。こんな感じです。円盤状で中央部がくぼんでます。なぜかというと、なぜくぼんでるかというと、核がないんですよ。そうなんですよ。核、脱核ということを起こってしまって、核がないので、中央部へこんじゃいます。そうなんです。なので、そんな構造をとってるんだなというところをぜひ押さえていただきたいと思いますし、それから、脊髄ではなく、こちらは骨髄で、骨髄で産生されます。すべての骨の骨髄ではなかったりします。大腿骨とか、
骨盤だったりとか、そういった大きなところで作られたりしますので、そうなんだなというところを押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで、D は大丈夫ですかね。なので答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。問い65番です。はい、腎臓に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、答えは1番が正解です。A は正解、それから B なんですけど、腎臓の役割は老廃物の除去が中心で血圧に及ぼす影響は少ないとありますけど、いやいや、そんなことはありません。血圧の調節など、要は水分の調節を行ったりもしますので、血圧の調節、要は血圧っていうのは血管の圧力ですので、血管の圧力っていうのは血液のこう圧力を測ってますから、血液量が増えればとかね、なれば血圧にも影響出てきますから、なので血液というのは水分ですから、水分の調節を行っているのは腎臓ですので、なので、影響出てきますから B は誤り、そして C は正解、そして D はビタミン E は腎臓で活性化に、転換されて骨の形成や維持に関わりますよとありますけど、これビタミン E ではなくビタミン D になります。 D です、 D ですね。はい、なので、ビタミン D が、こちらは腎臓で、活性化されていきますので、こちら十分に気をつけておきましょう。はい、ということで65番は1番が正解でした。では次行きましょう。問い66番です。感覚器官に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、そして B ですけど、視覚情報は結膜に密集して存在する視細胞が色や光を感じることにより受容されますよとありますけど、これ結膜じゃないです。結膜ってどこにあるんでしたっけ？眼瞼の裏側です。そうなんですよ。だから皆さんの眼瞼、まぶたですね。まぶた、まぶた。例えばほら、小学校の時に悪感べーとかってすることありますよね。ごめんなさいね。悪感べーとかするところで、これは、べーとかした瞬間に、結膜をこう、見せつけるような形になりますから、なので、このあたりのところですね。結膜なのか、結膜っていうのはどこなのかっていうのをちゃんと理解していただきたいと思うので、こちら結膜ではなく網膜であれば正解となりますので、十分に気をつけておきましょう。はい、ということで B は誤りとなります。それから C は正解となります。そして D なんですけど、聴覚情報は鼓膜の振動、それから耳小骨の振動、それから耳石器官の内部のリンパ液の振動へと伝わりとなっておりまして、何かというと、音の情報っていうのは、これ、耳石器官の内部のリンパ液の振動へと伝わりというところが誤りになります。そうなんですよ。何かというと、耳石器官というのは聴覚情報には関係しておりません。何かというと、これ内耳のところの仕組みをちゃんと確認していただきたいんですけど、内耳というのは蝸牛と前庭に分かれておりまして、蝸牛というのが聴覚器官、前庭というのは平衡器官になります。で、耳石器官というのは例えば加速度とかどのぐらいのスピード出てるんですかというのを感知するのに役に立っていますし、それから半規管っていうのは傾きとか、それから回転とか、そういったところで半規管っていうのをは関係しておりますので、平衡関係はこちらなので、今回は聴覚情報と言っておりますので、蝸牛であれば、これは正解となりますので、 B は誤りです。はい、ということで答えは2番が正解でした。大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い67番です。括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。特にアポクリン線、エクリン線、大丈夫でしょうか。アポクリン線というのは体臭線とも呼ばれておりまして、私たちの体の臭いところ、例えばという形で脇の下とか、そういったところにですね、アポクリン腺とか多くあったりします。エクリン腺は全身に分布しておりますので、そのあたりのところをしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで答えは3番が正解でしたね。では次行きましょう。問い68番です。骨格系及び筋組織に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、そして B、 骨の関節面は弾力性に富む柔らかい、骨膜に覆われており、衝撃を和らげてと、
なので、あとは関節の動きを滑らかにしているよう、衝撃を和らげて関節の動きを滑らかにしているのは、これは関節軟骨になりますので、これ骨膜というところが誤りとなります。ちなみに骨膜というのは骨の周りにありまして、そして骨の成長とかに関係してくるのが骨膜になりますから、今回はここは骨膜ではなく関節軟骨であれば正解となります。はい。ということで B 誤り、そして C は正解、そして D なんですけど、心筋は消化管壁や膀胱などに分布する筋と同様に自律神経に支配される平滑筋ですよ、となってます。いや、確かに心筋は自律神経によって支配されてますけど、でも、平滑筋ではなく、心筋は違いますよね。平滑筋ではないです。なので、このあたり、筋肉というのは骨格筋と、それから平滑筋と心筋に大きく分けることができるので、心臓にあるのはあくまでも心筋。で、消化管壁や膀胱などに分布する筋肉は、これは平滑筋になりますので、なので、こちら D は誤りとなります。大丈夫でしょうか。はい、ということで、問68番は1番が正解でした。では次行きましょう。問69番です。中枢神経系に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C は正解なので大丈夫でしょうか。では、最後の D なんですけど、D は、脊髄には、心臓中枢や呼吸中枢などの生体機能を制御する部位がありますよとありますけど、これ、脊髄ではなく、延髄ですね。延髄であれば正解になります。延髄は皆さんの首元のところ、このあたりのところに延髄というのがありますので、ここが心臓中枢や呼吸中枢だったりとか、あとは、脊中枢だったりとか、あとは、嘔吐中枢だったりとか、そういったもの、がありますので、なので、このあたりのところですね、D は、脊髄ではなく、延髄なんだなというところをしっかりと確認しておきましょう。ということで答えは1番が正解でした。では次、最後ですね、70番。次の生体反応のうち、副交感神経の神経伝達物質やアセチルコリンの働きを抑える抗コリン作用によって抑制されるものを一つ選びましょうということで、これちょっとなんか言い方が難しいですよね。そうなんですよ。言い方が難しいんですけど、一応答えは5番が正解となります。はい、ということで、その他1、2、3、4に関してはこれ全部交感神経の方が関係してきますので、なので、こちら、大丈夫でしょうか？ちょっと難しいですよね。なので、ここもう一度テキストなどを見て、もう一度しっかりと復習しておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、ここまでのところ、なんとなく大丈夫だったでしょうか？特に最後ちょっとややこしくなりますので、しっかりと、テキストや、教科書などで確認をしといていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アップなど登録していただきますと、下の概要欄のところに入れておりますので、いろんな質問などをお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。